こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、愛知県常滑市にあります山明整頓所内にお邪魔しております。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一回お休みされてたみたいな、はい、お話、まだどちらかというとお休み中ですということで、まだね、これからちょっとずつ再開に向けて今動いています。動いているということで、はい、まあ、そのいったお話も少し聞かせていただきたいのと、はい、あとは山明さんの鉢がどういうものかをちょっといろいろお聞かせいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。山木さんのこの土味というのかな、うん、これ何か山味ね、ちょっと色の濃い感じのね、色目の鉢が多くて、粘土の中に溶岩粉を混ぜて、はい、それで製造するという形をして取ってたんで、他のメーカー釜屋さんの鉢に比べると多少軽いっていう、焼くことによってそれが燃えて一応空洞みたいな形になるっていうような、はい、同じ大きさで持ったりするとやっぱりちょっと軽いって言ってもらったことはありますね。なんか水はけも良かったりするんですかね。まあ機能の成功にはいいんじゃないかということで、一応そういう風な形をとってます、うん、はい。あと額面、額入りの額がね、すごいシャープにピシッと入ってるのも一つの特徴。なるほど。スポンジの型で張り、この面に貼り付けて、そこへ土を埋めていく。それで後からこの貼り付けた後をヘラで押さえていくっていう感じですね。それでまあ形を作っていく。4面でこんな感じで。なんかね、きっちりって感じがしますね。鋭利というか、ピシッとしてる。それともうちょっと型も見てもらえると。種類の豊富さ、なるほど、が形もそう、寸法サイズのバリエーションもすごいたくさんありますんで、はい、まあこれはほんの一部ちっちゃいものだけだと思いますけど、いっぱい、あ、いやね、これちょっと額の型、額をつけるときの型で、本体まず型を出して作っといて、それにこういう感じで水で貼り付けるみたいな形で側面に貼り付けておいて、この隙間に土を埋めていく。ああ、そういうことですね。横のこの部分のやつですね。そうそうそう、この面に形を作る。へえ、こういう、まあこういう感じで下物に貼り付けとって、ここのところに土を埋めて、その枠を作るみたいな。枠を作る。そうすることによって、その面をしっかりくっつくように、あと押さえたヘラなんかで押さえて、隙間がないように押さえる。なるほど。これなんかは逆に型についてる形なんで、後からつけるんではなくて、もともと型に形がついてて、そこに粘土を当てて、押し付けて、この縁を出すみたいな。なるほど。これでもさっきのとちょっと土の色違いますね。表面に化粧土を吹きつけて色合いを変えてある。デーモノと色物の割合がどのぐらいの割合でお作りになるかですか。半々ぐらいで、半々まではいってないのかな。6、4ぐらいですかね。デーモノが6で、4割ぐらいが色で、でも珍しいですね。量を作ってそれで量ともデーモノと色物を大体同じぐらいの量を作られるっていうメーカーもね、最盛期それこそ30人近い職人さんいましたので、はい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 、そういう分業制を取ってたからこその制度ですね。分業制というのはまず形を作る人は型押し専門で作る、もうこれでもう専門で作って、はい、で仕上げをする人は仕上げ専門でやって、はい、で薬かけとその釜入れとかはもう釜入れ専門っていう形でいましたもんね。だから それぞれがもう自分の担当はもうスペシャリストになるという形でしたから、そこそこの品質のものを割合大量に作ることが可能だったということですよね。これおじいさん、そう、あ、どれで、ひょっとしたらこっちでやったやつかもしれない。
この箱の中のやつは多分そうだと思うけど、中にももう一枚入ってるもんね。違うね、うん、こっちは柔道の少佐落下が入ってますね。年齢が書いてある73歳、うん、それは、先々代先々代、初代、ね、初代、うん、あそこに写真があるとだけど、はい、おじいちゃん今、奥さんのおじいちゃんです、うん、奥さんのおじいちゃん、このお休みされてたってことと、うんうんうん、お話とでその後なんでそれをまた再開しようとしたかっていうことをちょっとお聞きしたりしても、まあ、単純な話なんですけどね、はい、要はそのある程度土がまだ残っているっていうか、もともと生の焼く前の生地で残ってたものとか、あとその使わずにまだ残ってた土とかもまだ結構あるもので、処理の問題でいくと土の状態で処理するっていうのはちょっと費用がかかったりとか大変な処分にちょっと手間がかかるというか、そういう風だったらまあちょっと品物を作ったり焼くことによる方で、仮にもし傷になったにしても生の土で残すよりは後の処理がまだ楽に処理ができるというのもあって、まあ、せっかくだったらまあやれる範囲でやってもなという感じでちょっと準備は始めてたんですけど、なかなか思うようには進まないもんで、他にもいろいろやらないかと。私たち取り扱い業者とすると熱く要望はずっとオファーをずっと出してますんで、作ってほしいと、うん、作ったやつは全部買うからカモンカモンなんですけどね。まあね、こういう取材もあの機会もあって、またこういった勢いでガーンと作ってもらえば本当に世界の山城ファンのために作ってくださいね。寺ちゃん、餃子業界は熱望しておりますからね山城さんのね、うん、製品がやっぱり世に出てもらうというのは、そうですね、はい、たくさん作っていただける所詮一人でやることなので限界はありますから。もう今やり始めてるんですか、作り始めてるんですか。もう今ね、作り始めるまではまだ言ってないですけど、もう準備は下準備をぼちぼちとできて、やっぱりこうドレンキも新しくとか綺麗にで土を入れて、今土も多分ねってやってますよね。なるほど、ね、今日寝る機械ですか。ドレンキはね、土を塊をここに入れて、まあ、何回もこう繰り返したりするんですけど、で柔らかくこう均一になるべく均一にして、はいはい、混ざるようにね。この時にこう例えば違う土とかも入れるわけ。そうで、ま、混ぜたり。本来の作り方でいくと、まあ、例えば組合から土を購入して、はい、でこちらで一番最初に練る時にそのおがことか、はい、シャモットとかを混ぜて独自の不具合になるような土を作って、それで成形を始めるというのが本来なんです、はい、まあ、今はもうその残ってた生地とかを再生させて、もう一回水につけてふやかして、はい、土に戻して、うん、それをまた今練ってる状態です。なるほど。でここから出てきた粘土を、まあまあ、ここで、まあね、いつも見る石膏型、うん、はいはい、で今やろうとしてる、まあ、あれぐらいの大きさの品物をね、はい、作ろうというか、あみたいなところです。でここは、まあ、いわゆる作業場みたいに。なるほど、はい、昔分業者だから上に、そうです、上で練ってたみんな上で、うん、上で形に作って仕上げて乾燥させたら下ろして、そこの釜で焼いてた。そうそう、ここに大きなの。ああ、壁じゃないんですね。釜があります、うん、そう。釜ちょっと見たいな。どっから これがこの大きさ、はい、の台にもう積んでいくんですよ。これが1枚でかいですね。あ、この上は何かありますもんね。これどうなってんだこれ上にも何か。これが多分あれだ、熱がいかんような木造だから、
一応自然石の写真はあるはあるんですけどね。こんな感じで、うん、下の部分がこれ台車になってるんですね、はいはい、でここの上に品物積んで、うん、で本体をワイヤーで上へ上げて、あ、これ上上がるんだ、全部上上がるって、これ上に上がる、台車で中へ移動させて上からかぶせる。おお、これも釣り金なんだ。そう、釣り金式っていうんですね、これがね、ハット切るんっていうね、帽子っていう形でハット切るんっていう形なんですけど、ここへ積んで移動させて上からかぶせてスタート。で反対側にも同じ台車がありますので、はい、終わったら今度逆側から入れてまたかぶせてスタート。で手前を釜出ししておいて、でこっちで行ったり来たりできるわけです、やれるような形で作ってたんですね。それぐらい作る人もいっぱいいたし、で品物も出てたもんね。それこそよく僕が昔の話で聞くのは、みんな釜が出るのを待って問屋さんが勝手に下ろしてくるみたいな話も、奪い合いです、ね、奪い合いっていう話はよく聞きましたね。そんなに作ってたんだと、どういう仕組みか全然わかんない。全然わかんなかったですね。ガテンがいった。もう出た時しか見てねえから。ここ本体。上がすげえ。本当だ。チェーンブロックで。そちら側にまず台車あります、ね、で反対側にも台車があります、ね、で上へ上げて入れてかぶせる。あ、え、これが上に、これが上、これ、これ、これ自体が上いっちゃうんだってこと。すごい、そんなすごいね。すごいな。だいたいその一回釜焼くとだいたい3日ぐらい、慣らしから本格的に火が入って温度が上がって終わるまでがだいたい日中や3日間ぐらいで焼き上げる感じです。このぐらいの大きさだと最高温度まではどのぐらいで持ってるんですか？うちの場合だと ガスなんであれですけど、まあ、バーナーに近ければやっぱりある程度上がります。1200あたりで多分やってたんじゃないかなと思います。もともと土自体がそんなに強い土ではないので、あんまり上げすぎちゃうと今度土が下手っちゃう、形自体を保てなくなっちゃう。1200度ぐらいは限界ない。よく上がっても1200度ぐらいだっただろうという想像なんですけど、はいはい、高温で調整何日かしたらまだ自然にこうある程度冷まして冷ましていいやつを。作ったの何年前ぐらいなんですか？こちらへその工場自体が移動したのが大体昭和の29年か30年ぐらいだって聞いてますので、はいはい、それからまあ多分この釜自体を入れたのはもう、うん、そのもうちょい後になるんです。すごいですね、この規模のものを、ね、作ろうって。しかも他にそういうのはないでしょうしね、作ってる。よく考えられて作ってるんですよね。設計した人が力入れてやってる間にまたこんなそうこっち入れてでまたこっちツンツンツンでまた入れて休むにはない人その上の天井とかなんかも焼いとる間に次のやつを余熱で温めるためにこう周りを壁ができるようになってます。あ、それでカーテンレールみたいなついてる、ね、それでレールがついとって、そこにある程度レールあの壁を作って、ええ、その間に熱をそっちへも入れて多分余熱で下準備みたいな格好で品物の熱乾燥とかなんかをしとったんじゃないかと思うんですけど、まあ晩年はそんなこともしてなくて普通に積んで入れたり出したりっていう格好でしたけど、まあ、それこそ手伝い始めた頃はまだ使ってたもんで。でここがあれなんで熱持たないように上をちゃんとこう。そうです、ね、その上もまあ熱が上上がらないようにっていうか、高さも僕の背近くまでは上へ積んでましたから、こんだけ大きければそれこそ2尺とか尺足とかも十分に受けちゃう。はい、今はちょっと上は若手の子たちにも貸したりとかしてますので。あ、そうなんですか。この天文台付き先ほどの釜の上ですね、これ。あこんな感じです。これが天井ですね。さっきの天井。さっきの釜の天井ですね。で、ワイヤーでこいつが上へ上がる。上に上がると。で、あの辺は全部その型をした型ですね。はいはい。あんなにあるんですね。
で上はその機械ろくろって、はい、モーターで回転させて使うろくろの型なんですけど、これはもう素焼きしたやつ、素焼きができてる。じゃあもうこれはもう薬かけて本焼きみたいな形なんですけど、なかなかこの辺もまあたまたま、まあやるまでの間に手が出ず、そこまでやる前にっていう感じで残ってたまんまになってるんですけど、だからこれはもう今後作って売ることも可能なんですか。だからその入れる時にまあ全部が全部型押ししたやつばっかりでっていうのもなかなか大変なんで、薬をかけたものと混ぜて焼くっていう、はい、なるほど、形に多分なっていくだろうということです。これはでも楽しみですね。あとまあここがその今の大きい釜の煙突なんです、ね、ああこれがすごい見えない例の山焼き煙突、すごいでかいな。あーすげー、あ、いいなぁ、いいなこれ。もう小学校いや、あともと、移築来たんだよね。移築ってもう、解体して、またここでまま組み直して、うわ、すごい、うわまあ、こちらはその先ほどの講堂とか体育館とか言われてた柱がないです。はい、この坑道ですから上の梁で全体建物を支えるようにして中を広いスペースでっていうことで、広いっすね。よくこう貸しておいてたんですよ。でこっちはこっちでもう一人使ってる人いるんですけど、あ、そう、共有できるこうで型押ししたやつをこの上へ出して仕上げの方へ回したりとか、あと仕上げ終わったら乾燥させて下へ下ろす。これが機械ろくろです、うん、ここをモーターで回転させていってあそこへ型を置いてコテで土を取って形を作るみたいな。ちょうどこれ型が、はい、これ型です、はい、ここへ土玉を入れてコテをつけてこいつで下ろす、はい、それでここの土をある程度取って形を作るっていう感じです。これは丸しかできない、うん、丸鉢はこの作り方でいけば効率よくできる、うん、はい、これ早く焼かないんだよこれ焼いちゃいけないんですか。なかなかいろいろ薬の準備も、あ、釉薬のね、釉薬の準備も必要です。すごい、向こうにもね、うん、そう、宝です、ね、花柄の山脇さんの得意のそこに、そこに、まあ、5番、日立の5番の花付きです。花付きの、そこから釉薬かけちゃってくださいよ、うん、薬かけて、明日にでもやっちゃいましょうこれももう手で作ってますからね。後からこの模様はあるんですよ。葉っぱとかはさっきのあの額みたいな型が付いてて、フリーハンドでつける。フリーハンドでこれ作ってるんですか。花の形は、ね、花ってどれですか。ここにあるんですか。これはもうあの山脇さんのといえば、こういうといえばもうこの、この葉っぱは型があるんです、で花は土玉をつけてこう指でピッ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 とつけてます、バランスよく。その辺はもうその職人さんの感性が出てきますよね。本当ね、職人さんがたくさんいらっしゃるんですね。本当に割合その親戚の方が結構いたりとかしたので、身内の人が結構多かったです。なんて書かれてるんですか。山焼きっていう、焼仙焼き、焼仙焼きですね。焼仙焼き、それで下も同じように焼仙焼き、山焼き、象で、あ、ここか。で、こちらはもうあのヘラで手書きでしてた、うん、なるほど。で、それが追いつかんとその四角い羅漢だけの場合もあるし、この辺もいろんな各種サイズの型です、うん、まあ、焼く前の
方ですから基本的に焼けば縮みますもんね。ほぼあれなんですね、あの山脇さんの方は足ももう入ってる場合もありますし、ないのもあります。ないのもあるんです。後付けもあります。まあ、こういう足とか切り足っていうのか、はい、そういうのはもう型についてますけど、ね、あの蜘蛛足というか、こういう足の場合の大きいものについては後から付けたりとかする場合もあります、ね。これなんかあれですか、もう 型じゃ無理ですよね、これね。まあ、これ型なんですか。サイズだとまだ型かな。こう沿ってても、うん、あの割り方でこういう感じで割って出す型だから可能です。可能なんですね。あの4面別々でやる場合がありますので、これも本当だ、これもその足は多分ちょっと外へ反っとるような足だとは思いますけど、それでも4面外してるから、うん、ああいいんですね。ああよく考えられてますね。こういう感じで足だけの方ですね、これ足。井上君下に粘土でこれ1個ぐらいギュッと作るとどういうもんかっていうのが分かる。あのねじ込むだけ。お願いできますか。ねじ込むだけ。これだけ使える土があるから大丈夫。硬くても芝居なとってもねじ込んでね、うん、ちょっとなんか一個ギュギュッと試しにちょっとギュッと。これはこのまましばらく乾燥するんですけど、はい、割れる、割り方になってますが、こんな感じで、ちょっと土が入ってないですけどね、こんな感じで足を4つ作ってつけるんです。そこにピタッとピタッと表面をちょっと仕上げしたりして、まあ、押し付けることで指の感覚でしっかり入れることで、あんまりこういうところもしっかり入ってくるという形です、ね。そうなんか最近練ったやつってことですか。そうです。まあそうですね。土自体は昔からあったやつ。うん、まあその古い生地を再生したものとか、うんうんうん、生の生地で保管してあったものもあるので、そういうのをまあちょっと表面が古いと汚れてきたりして、うん、そのまま焼いたんでは色が汚くなったりするので、まあ。一旦水で溶かして元に戻して練り直すみたいな格好でっていうことであるんですけど、本日はありがとうございました、うん、ありがとうございました。この素晴らしい設備からいろいろ見せていただきまして、山脇さんの技術力と凄さ、これ改めて感謝いたしました。ありがとうございました。またこれでね、山脇さんが復活していただけるというお話なので、防災業界挙げて、待望のね、復活お待ちしておりますので、またよろしくお願いします。まあ、どこまで期待に添えるかわかりませんけど、まあ、なんとかやれる範囲でということでやらせてもらおうかと思います。長い目で見てもらうということでよろしくお願いします。ちょっと周りの人がちょっとせかしてるから長い目で見て、バレた。そうですね、長い目で皆さんでこう応援というか、ね、していきたいと思います、はい。本日ありがとうございました。本日ありがとうございました。ありがとうございました。こういうとこも角が立ってるんだよね、みんなね。それがやっぱり特徴というか、あの方もそのこういう聴覚用とか今みたいな性格用とかいろんなのがありますので、これも土も確か本体の土とは違う土を使ってちょっと柔らかめに作って、埋めてくっつきやすいように使ってるというか、ちょっと変えてるんですね。そうです。おお、これが仙台です。それこそその写真の、うん、なんか何て言えばいいんでしょう、
こういう加工っていうんですか、なんていうんですか。そうですね。虫食い。虫食い。虫食いって言ってますね。またこれが人気。これはもう大人気。なるほど。大変。宝の山。宝の山。へえ。やっぱりあの作ってる人もいるけど、いるんだけど、やっぱりちょっと人が。全然味が違っちゃう。どう彫刻してるんですか。いや、型に、型なんですか。型の方に別のものを貼り付けてやるんです、最初に。それで土を貼り付けて形を作っていくもんで。ここが先生の。そう。あとは中国の古い鉢とか、あとうちの鉢とか、いろいろなもの入ってますね。保管してると。保管してると。落款も違うんですか、一番最初。最初というか、まあ、基本的なところはまあ一緒ですからね。この辺はなんかその、土で、今みたいにタタラで作るんではなくて、土を持ってく感じですよね、型に。それだから、この間にその合わせ目みたいな棒が残ってくる。紐作りで上に持ってくもんだもん。土の一番板を貼り付けるんではなくて、紐作りにしといて上げていくみたいな。皆さん虫食いできる？変にちょっと答えづらい。一応やり方を見せてもらうと、なるほど。じゃあ自分でできるかどうかって言われるとちょっと。あれがちょっと一回一段落したら、創作、創作物をちょっと夢が広がりますよね。やってるところは見せてもらうと思います。やっぱりね、見とると見とるなんて全然違うよね。よかった。よかった。